様に到達して心躍ってます。どうも、チカログのチカです。よろしくです。お願いします。よっしゃー、やったー。これはもうたくさんのいろんな人のおかげで到達できた3万人だと思うので、はい、マジで心から嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、行きましたね。いやー、ドキドキしたね。大人になってまであんなドキドキをこう味わえるっていうのが嬉しいよ、ね、嬉しい。順調じゃなかったわけだから、うんうん、特に最後らへんは。そうやね。これは下手し7時から10時のこの時間帯の中で間に合わへんのちゃうかっていうのも一瞬ちょっとよぎった部分あるやん。ちょっと考えたね。ちょっと焦ってて。焦った。まあ最後まで力を信じて、ログ分を信じて、最後3万人を一緒に到達できたというところが思い出の一つとして残せたのかなっていう思いはあるので、本当に改めて皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃわがままやからね。めちゃくちゃチカログってわがままに気づきましたそれにね、何も言わず協力してくれてね。そうやね。むしろそれを楽しんでくださるログミンがいっぱいいたりとか、そうそうそう、中にはね、こう日曜日にライブするってことを忘れてたとか、こう知らなかったって、こう目につかなかった僕たちの予告が、っていうので、せっかく協力して外してくださったのに肝心のライブ見れなかったっていう方もいたので、もうちょっと次はこう前もって言えるようにちょっとしないとあかんなっていう反省点もあるんですけども、はい、皆さんと一緒に熱狂できたということで、まあ3万人をこう到達した後、その日はあんまり実感なかったじゃないですか。そうやね。みんなも繋がってるし、うん、わー行ったーっていうテンションだけで舞い上がってた感じやったと思うんですけれども、はい、こう改めて今2日経ちまして、はい、どんな心境ですか？3万人到達した思い、ライブの時にも言ったんやけど、うん、あんまり今も実感はない。あ、正直ね、うん、はいはい、もう次に向かってる。ええええ。だからなんか3万人達成しました、じゃあちょっと休もうかっていう気分は全くなく、達成したらじゃあ次頑張ってどうしていこうかっていう風になってるから、達成しましたのこのイエーイがもう一瞬ほんまに。わかるわ、それはわかる。ってもうよっしゃー言うてこうなっていかへん、そうそうそう、次どうしていくっていうのに頭がシフトしてしまってるから。なるほど。なんかそれはそれで次に向けてのワクワクが今できてるかなっていう。チカログのやるべきことに向かってて、ね、そうそう、いろいろ企画してる中で楽しみやなっていう部分がいっぱいあるので、うん、そっちに向けて今はもう切り替わってるっていう状態ですね。シフトチェンジしてると。はい、熱しやすく冷めにくいとそうですね。そういうことですね。まあ僕個人の思いとしましてはですね、はい、まあ3万人到達というのは必ずまあ果たさなければならない約束やったわけですよ。有言実行ね。そうです。もう掲げてたので、うん、もうゴールとして。なのでこれをまあログミンの皆さんに1年間で2回達成する姿を見せれたっていうのは、結構やっぱりログミンとチカルグが一致団結できた瞬間やったんじゃないかなと。そうね、まあ、1万人から3万人って変えたからね。そう、舞い上がり方やったら1万人の方が、うん、あったやね。舞い上がってる余韻わかる。わかるわ、めっちゃ。次の日はなんか1万人行ったのか、うん、行った。だけど、ほんまにリョウスケと一緒で3万人行って、責任感じゃないけど、うん、もっとログミンをワクワクさせるためにはどうしたらいいかとか、うん、もっとチカログとして影響力を持つためにどうしたらいいかっていう方に僕もシフトチェンジしてて、もう3万人到達した思いとしましては、通過点を一緒に通過できたから、次への糧にして、次の目標に向かって走り続けたいなという思いが正直な感想ですね、僕は。責任感っていう部分で、うん、ライブでもそうだけど、はい、こんだけの人が見てくれてんねやっていう、そこで多分俺の中で変わったかもしれない。あー、その2800人、もう3000人近い方がね、自分がこんだけ人から応援されてるっていう感覚が今までなかったから。あー、はいはいはい。まあほんまに自分らが楽しかったらいいわ、うん、でもこの差は変わらへんねんけど、うん、それでもこんだけの人が応援してくれてるなら、それにやっぱ応えたいっていう部分が強くなってるのかなって思った。チカログ年内3万人目標っていう目標を掲げて、はい、やっぱりこう掲げてるだけじゃ叶わないっていうのがもちろんあって、うん、まあ水曜日突然発表したチャンネル登録解除のお願いをして、それを協力してこういやいや外してくださった方とか、今まで SNS の拡散、チカログ面白いよとか、うん、それこそ最後らへんのチカログライブ始まってますとか、うん、もうあと1000人ですとかっていう周りへの語りかけ、あとはその今近くにいる人への紹介とか、チカログ登録してあげてっていう拡散というか、布教という呼びかけみたいなのもそうですし、もちろん最後のライブでの応援、コメントが止まったことがなかったやん。すごかったね。コメントが止まったことないってすごいことだなと思って。
て、最初の方全部読めてたやん。全部読めてた。読めきれんかったな。一番今までチカログとログミンがつながった瞬間っていうのがやっぱ感じたよ。めっちゃ感じた。ログミンの方が言ってたコメントで印象的なコメントがあって、いろんなアーティストのファンの方がこんなに集うのってないですよね言ってたね。俺もミュージックステーションやと思ってなるほど。そう、もういろんなファンの方がチカログというキーワードでつながり合えてるっていうのがやっぱり幸せなことだなと思いましたよ。僕は取り上げてないアーティストのファンいて歌ね。それがびっくりした。セクシーゾーンとかね。そう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 、 XG とか。あ、そう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 、取り上げたことない人らも見て応援してくれてて、一個チカログがきっかけとしていろんなファンの方が集まって、それぞれのまた気づいてなかった他のアーティストの良さに気づいてるってい う、 こう現状がやっぱりチカログの存在意義の一つでもあるのかなと思ったので、それが結構俺は嬉しかったね。嬉しかった、めちゃくちゃね。チカログてな感じで、皆さんとチカログのこの関係性の上で一緒に達成できたチャンネル登録者数3万人という目標だったわけでございますけれども、はい、ライブでは発表したのですが、ライブをまだ見れてない方もいると思うので、うん、しっかりと動画として残しておきたいなと思います、はい、YouTube チカログ、次の目標はチャンネル登録者数7万人達成したいと思います。7万人です。ラッキーセブンでございます。これみんな覚えてくださいね。そう、キーワードがねラッキーセブンでございます。キリよく10万人という数字を目指しても良かったんですけれども、癖強いのがチカログですから単純に考えてですよ、3万人の倍ですから。でかいよ、でかいよ。単純にでかすぎる。単純にでかいです。本当に今年まだ終わってないので、年内チャンネル登録者数7万人っていうのはあえて言わずに、うん、来年になったら年内チャンネル登録者数7万人目標っていうのは出していくと思うんですけれども、次の目標は7万人ということで、想像できない、ちょっと今想像つかない3万人でもやっぱ嬉しいから、うんうん、まずこれを噛み締めた上で、やっぱり数が増えるというかはやっぱ人対人なんで、チカログと数字なわけじゃないから、チカログと誰か、そういう方が3万人いるっていうことなんで、はい、やっぱりね、密に関わってきたわけですよ。そうやね、変わらずね。そう、密に関わるためには、はい、やっぱりどこかのタイミングで直接会う機会がないとやっぱりね、ダメだと思うダメだと思う、うん、ダメだと思う、はい、語彙力が急に急に落ちるようになったりそうですね、そうダメだと思うんですよ、はい、なので YouTube 力上ですね、前々から考えていたことがありまして、はい、まだこれはね、明確な日時やったり場所だったりっていうのは無責任にまだ発言できないので控えさせていただくんですけれども、はい、来春に YouTube 力上初のオフ会開催予定でして、いや、開催したいね、ちゃんとね。これはちゃんと開催したいです。いろいろ練ってね。そう、やっぱりもう皆さんコロナも、頑張って耐え抜いて、うん、やっぱりこう我慢のこの3年間ぐらいだったじゃないですか。まあ、コロナがあったおかげでチカログができたっていうのもあるんですけれども、はい、こんだけ支えていただいた方に向けてまた違った形でワクワクを届けたい。直接お礼が言いたい。そうやね、直接生で心を躍らせたい。そうやね、そう、オフ会の内容とかは今ね、地道にこう水面下で動いてます水面から動いてるまだ湯船で例えたらくるぶしぐらいしかお湯溜まってないので全然溜まってないですまだね。でもくるぶしぐらいは溜まってるということで、ね、もうすでにこう動き出してるということで、皆さんに向けてこう初のオフ会ということで、まあ、YouTube チカログなわけでございますから、はい、やっぱりね、普通のオフ会じゃないんですよ。もちろんもうね、考えてることがそれはオフ会5回目ぐらいの内容じゃないの確かに、っていうのを一発目からちょっとドカーンと宴ですよ、やりたいね、宴みたいな感じのオフ会をちょっと開催したいと思いますので、アーティストのファンだからチカログを見てるっていう方ももちろんありがたいんですけれども、ぜひこの機会に YouTube チカログのファン、通称ログミンになっていただいてですね、春に一緒に楽しめたらいいなと思ってますので、ぜひなってほしいですね。ぜひログミンになってください。3万人ライブの時にログミンって何っていう方もやっぱまだいらっしゃって、ね、ログミンのファンマークもちょっとわからへん、ね、あ、そうなので、ファンマークの意味とかログミンの意味は1万人達成した後の動画やな、はい、そうね、そこで発表してますので、ぜひ意味も知ってログミンになってほしいなと思います。お願いします。チカログ。
てな感じで3万人達成記念動画ということでちょっと遅くはなったんですけれども、はい、やっぱり1万人2万人とちゃんと形に残していたのでこういう形で動画を残して皆さんと喜び合える動画に、したいなと思ってますので、ぜひコメント欄でですねチカルグこういうのも見てみたいとかチカルグ実はこういうのしてほしいんだよねとか、うん、語ろうよ以外とかこう遊ぼうよとか、うん、食べようよとかみんなで〇〇しようよって、うん、俺はすごい画期的なタイトルを考えたなと思ってますので何にでも使えるからみんなでゲームしようよでもいいし何でもいいそう何でもいいのでこの際この動画のコメント欄でチカルグこんなんしてほしいねっていうのを書いてほしいなと思いますので、うん、ぜひお気軽にコメントくださいでしたお願いしますてな感じでちょっと初めて言いますけれどもチャンネル登録者数7万人をチカルグは目指していきますのでこの動画が楽しいなどこの動画がお祝いやなと思った方はですねぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いしますお願いしますそしてだいぶ増えましたけれども僕たちの個人 SNS の方もリンク概要欄に貼り付けておりますのでそちらの方もパチ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 っとフォローよろしくお願いしますお願いしますてな感じで今回は、これで終わりますせーのバイバーイ Twitter のチカログ3万人でしてっていうハッシュタグめっちゃ使われてて、うん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 、チカログって言ったらそれ出てくる、そのハッシュタグでちょっとトレンド狙いたいよねやばいなプロ組の方が Twitter でこう結構書いてくれて Twitter 盛り上がったけど動画を作ってくれた人って痛いめっちゃ痛いねこれさおまけやから見るあいいやん見るか、うん、これちょっとおまけですがログビーの方がこう3万人記念で作ってくれた動画があるので今から涼介と2人で見ていきたいなと思いますてな感じで今日はないと思ってましたが3万人記念なんで、サプライズで登場しましたオープンザ PC おまけで登場しましたということでよっしゃじゃあ見ていきましょうよ皆さんが僕たちのために作ってくださった最高の動画今から見ていきましょうセンキューイヤホンでございますおまけ初センキューイヤホンおまけ初センキューイヤホンでございますじゃあ1個目からいきましょうちょっと全部で4つぐらいなんですけれどもいきましょうかいきますやばいな懐かしいなこれ1000人やるやばないやばいやばいよなすげえなすごいなあちょっと文字違った今ほんまやなもう力抜くすごい、これ一番の時やうんすげえな。すごいな。もう一個目からやばいな。すごいな。ちょ鳥肌やろ。チキアラスタンダップしよう。マジで。やば。えぐい。これログミンを語ろうやな、これな。じゃあこれ次の動画行きましょうか。うわ、こんなんってんな。1万人の時に喋ってるんですか。うわ。もう必ず達成するって言ってるもんな。うわこれやばやばやっぱ減ってきてんねんな俺らって半年にギュッて詰まってるからそうやななんか思い出してきたわ達成した瞬間をこれやばいなすげえなこれ曲チョイスやばい曲ちょっと泣きそうやなマジでほんまにあかんなじゃあ3個目いきましょうかはい行きましょう。せーの、ポチッとね。おお、かっこいい。一発目の投稿。ちょっとなんか違うもんな、やっぱりなんか。ちょっと俺止めてもらったけど、この最初のなタイトルもちょっと違うね。このほら、うん、文字ね。絵文字ないもん。うん、だってファンマークがないから。ないもんね、この時。いくやばなんかこのちょっと微妙に左に傾いてるもんねこの慣れてないな余白空きすぎてるやん左側これ考えてないなあんまり3月18日やってパンさんおらんなおらんなうまやあーやば
曲、うわやすげえ。ああ、いいね。すげえすげえすげえ。これどんだけ収めてるん？すっごいな。やば。やば。すげえすげえ。すげえな。うわ、すっごい。カウントダウン。これはやばいな。すげー。すごいな。あ、めっちゃすげえこれ。本数書いてたけど。何本やった？俺らは今この136本。カタローや136本や。そんな半年だけなんや。すごいな。まあまあ上げてんな。ラストいきましょうか。じゃあいきます。あ、ビーファイア。イエーイ。編集能力すごいな。やばい、パンパンさん。すげえ。すげえすげえすげえ。こう見たら垢抜けてきてんのかな。こう見たら垢抜けてんのかな。やっぱ最初の語ろうよの時とはやっぱ全然違うな。表情が全然違う気する。ほら、なんか硬いもんな、うん、ちょっと慣れてないか。だってお辞儀も揃ってないしな。ほんまに顔がちょっとこわばってるもんな。こわってる、うん、なんかな。いやこれすごいわ。やっぱこうやって思い出が大事やな。こうチカログのアルバムじゃないけどな、うん、ちょっと閉じましょうかこれ。やっぱアルバムやな。これをみんなが撮ってくれてるのはすごいな。自分らでやっぱやらへんやん。そやね。ちょっとやっぱ愛されてるよね、チカログって。目標7万人オフ会言いましたけれども、やっぱ最終目標はですね、リアクション系動画の中で一番愛される YouTube チャンネルにしたいなって。そやね、ありますね。間違いない。その一番愛された結果、多分数字もどでかいことになってると思うから、うんうん、やっぱそういう風なチャンネルにしていきましょうよ。いきましょう。本当にマジで嬉しいね、本当に。さあ、とりあえず3万人達成したということで、自分へのご褒美の予算は3万円でして。お、がっつりやね。